フックして手を引っ掛けて腕だけで引くと腕の力だけなんで、しっかり体重使います。体重プラス、まあ、全部です。この足の力も使うし、なんでこういう風にこのままのグリップをキープすると相手は決められてしまうんで、なんでこうすると相手を離していきます。グリップ離し、でグリップ離したらこういう風に手を外側についてきたりするんで、したらまた引きつけ、たたれてる方向に より相手の腕を流すような感じで起きていきます。でチョークは、まあ、ハサミみたいな感じです。この僕の手首とカットする部分で、なんでここに自分の肘を開くとこうカットできない方向に、肩が肘よりも前に来るようにします。でそのまま腕を入れると今すごい深いんで、相手に抜こうと思ってもすごい抜きづらいです。と一緒で、ここで無理やり足かけようとすると結構この足弱くなってるんで、例えばここで、まあ、かかってしっかり押し離せればもうプラッと入るんですけど、かかってもここで相手にプレッシャーかけられて、かつこの足またがれたりするとここで結構強引に距離詰められて、ハーフガードとかになっちゃうことがあります。回して相手このお腹の前の腰の前のスペースから手を出します。そしたら今こういうふうに抜けるんで、こういうふうに抜いてくる相手たまにいます。上体上げてて、で僕はお尻を外に出して、これ相手の膝の上にお尻が乗るようにします。でお尻が乗ったら体くっつけてバック取った、流れと同じです。相手の脇の下カップして、後ろに回り込んでいって、マット蹴るときに絶対膝を締めておいてください。これが空いてると手で押されたりして、ここからパスガードにつなげられてしまうんで、しっかり膝腰にくっつけて、でかけて三角作っていきます。